まあ、甘いね。もうビールはモルツにかけよ。じゃあね、エキサイティングの吉田選手が、はい、まあ、プロ入りするきっかけとかそういう形になる前に、うん、まずはね、アマチュアプロレスやってるはずなの、まあ、はいはいはい、その話を聞こうか。じゃあアマチュアプロレスっていう前に、もともと学生プロレスだったんですよ、日本大学の。日大の学生プロレスに参加しておった。そう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 、うん、でね、そこでね、リングネームはね、エマニュエルハマグリと。エマニュエルハマグリ、怪しい名前ですね。アニマルハマグリちょっと文字って。でその頃スタンハンテンだとかね、リッキースティンボードじゃなくてリッキーサークボードだとかね、もちろんエマニュエルハマグリのパートナーは小中力なんだ、どこにでもいる小中力、うんうん、で、あとまあいろいろそういうイタリアのダイナマイタケンとかそういういろんなのがいて、でまあ、教団の、教団に立つとちょっとあの一段高いあれにマット引いてやってたわけです、リングもなし、リングももちろんなし、その当時は当然リングなんかなし、好きで高野っていう選手がいたんですけど、でそこにね、ほら、リングだら早かったけど日独プロレスの前身みたいな感じでね、お笑いあり、エロあり、AV10 がいたり、何したりっていう人もね、でそこに、まあ今名前出してやばいかもしれないけど、当時プロで活躍した選手もマスクかぶって出たとか、ちなみにウーロンコーラ、あ、コーラで、そうだ、コーラちゃってたわけですよ、ちょっと待ってね、ありがとうございます。今そんなこんなしてる時に、まとめて持ってくるから、SWS が潰れて、いろんな団体ができて、ヤスさんが、どういう人を作った時に、我々のパブリックレスリングと、ファントム船越が所属してた JAA っていう、アマチュアプロレスの団体に声をかけて、当時は1部リーグがプロ、で2部リーグが準プロ、で3部リーグが、まあ、目指す素人みたいなことでやって、我々は2部リーグの選手として参加したんです。裾野が広かったかな、 SBWF、すごい。で、レンギーがやってくれた、これだけじゃ後でウーロン用で、ジャパンプロスのエッサンをずっとしてたからね、その運転手やってたから、それで、まあ分かりましたと。コークちょっとあった、で、群馬に行った時に浅草から東武線買っていくんだけども、料理出てますから、花口さんに言わなくちゃ、ご飯食べてから、ご飯知らない、まずい、それはね、ね、奥さんはエマニュエル花口で、花口さんのマッチョだと笑ってたんで、じゃあそのあくまで学校プロレスでやったら、ね、アマチュアプロレスでやったらね、いざ電車に乗る前に花口さんの家の前まで行って、ピンポンの前に立って、花口さんこれからやってたところへ行って、レブリーとあとニグリオで試合に参加してきますと報告しなきゃいけないと思いつつ、ここでここにピンポンがあって押せないんですよ、もう精神的なものかな。まだその時もアニマル花口だけはもう、今は未だにそうですけど、もう雲の上の存在なんで、やばい、どうしてもこれ価値からはされる、下げるなって言われる、どっかにそういうのがあって、何も言わずにここまで行ったんですけど、言えずに行ってレフリーをやって、でそれもレフリーもね、メインで高野俊二が急に乱入するんだけど、そんなことも一切こっち何にも知らされずで、でまあやって、で次の日は後楽園でやったんですけど、まあそれでもまだ別にプロレスラーだと思ってなかった、ちょっとニューリーグだったしね、プロを目指す選手っていう感じでしたから、ある意味明確や、2部リーグと1部リーグの間、そして3部リーグという、ワン・ツー・スリーの間が明確で、最終的には間はなくなっちゃった。ドキリとしては明確だったけど、パンチでどうにもならないであれ、まあそうですね、いろいろそういうのもありましたね。熱い、熱いところに
まあその素人の吉田選手にしたらそれは言い訳にしやすかった。だからお願いしますよ。ここに乗りやすい。でも、うん、もう言いなりは激しいね。プロの試合で今日からやります。じゃあ後でな、後でいくらやるから。リグリーグだからみたいなもんもあったと思う。まあ戦列のデビューやったわけね、うん、そういう。普段何の試合やったの、それは。デビューはレフリーはそれやったの、うん、試合として出たの。ちょっとね、まあ、またもしかしたら間違ってるかもしれないけど、うん、記憶の中でいいですよ。エヴァンゲールハマグリ焼酎リピートみたい、うん、知る人は知ってるかもしれないけど、一時週刊プロレスの編集長で今もやってるかもしれないけど、ソクラテス湯沢っていう、もっと誰かわかんないですけど、辛いというのは唐辛子です。あ、だいぶ当てない一味じゃないですけどね。タクマッチですね。のやっぱ、うん、もうそういう素人も入れてのタクマッチやった。そうそうそう。小中力エマニュエル花口みたい、ソクラテスって言うなって思ってたか、覚えてないんですよ、うん、で結局ね、その2年3年経った後に、うん、その小中力もいなくなっちゃった。小中力は一緒やその試合だけで、もうずっと続いていって最終的にプロになったって言ったらファントム船越とデンジャラス牛田とっていうでしょ。その間はいろんなやつがおったでしょっていうことでしょ。それでね、まあ俺がまた俺らが俺、まあ、10万話とかっていうやつもいるかもしれないけど、うん、俺らの誇りっていうのは、まあ当時は八津さんはまあ頭でいるような感じで、とりあえず、その人は中野慎一さんがいたんですけど、中野慎一さんだって、アントニオ猪木に唯一認められている少ない、数少ない技なんだけど、だから猪木かと思ってたし、エキサイティング吉田とデンジャラス内田を、もう、なんていうの、もう万全の信頼を得てないと思う。その当時、他にいっぱいプロの選手いたんですよ。だけど、メインイベントで八代志明に誰組対誰組誰組っていうのがあって、うん、もうセミファイナルではエキサイティングの人もデンジャラスに対応何ぐらいっていうのが分かんない。ずーっと続いてるんですよ。その時は SPW に他の2部リーグにいっぱい選手がいたんだけども、それやっぱ学生プロセナルの人もいっぱいいるんだけども、そういうのは第一試合第二試合でやらしといて、もう帰ってくるから第一試合第二試合で大技バンバンの試合やってくるんですよ、とりあえず。あ、まあそうやな、学生プロセナルやから。エゴパッチじゃねえだろうな、まさかの。これダメだ、これ第一試合とか、これ、こうだ。女の子はこうだった。女の子だから、もうゴスだよ。これ今まで女の子のパッチだ。エゴパッチなんとか注射の特設リングとか、プロレス見たことがない人よりも来て もうすぐ分かるように、製品のあのゴスゴスゴスで試合してたから、もう中野さんにいつもお願いします、今日もお願いしますって言われて、それが自信につながったのは確かですね。なるほど。今日甘口にしてるから。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。